こんにちは、チョメです。今日はいつものドレスの入手方法をやっていきます。まず、受注場所に関してなんですけど、ハイラル城下町のこの辺りの女の子から受注したんですけど、いません。なので、他のやつをクリアして出現させると思うので、ちょっとそちらの方をやっていくので、まずこちらの方の動画をご覧ください。クエストをいろいろクリアしてたら発生すると思います。あと、ある程度ストーリーを進めるっていうのも大事かもしれません。どうやって調べよう？あ、ゼルダ様聞かれてしまいました。ゼルダ様には相談してもいいかな。私、ブナンと言います。実は、ウギ将軍から内密に調査を頼まれているんです。なんと、ハイラル城の裂け目が消えてから、城下町にいる兵士の数が一人増えてまして、ウギ将軍曰く借り物がまだ潜んでいるかもしれないと。だから怪しい兵士がいないか調べるためにその捜査を頼まれてるんです。でも困ってるんです。あいつもこいつも借り物かもしれないと疑っていたらみんな借り物に見えてきちゃって。ゼルダ様は兵士じゃないし本物ですよね。一緒に聞き込みを手伝ってくれませんか。これ手伝ってあげますね。ああ、ありがとうございます。一人じゃもうどうしようもなくって。もし本当に城下町の兵士の数が合わないなら心当たりのあるものがいるかもしれません。怪しい兵士がいないか城下町にいる兵士たちに聞き込みをしていただけませんか。私はみんな借り物に見えてしまってもう誰を信じていいのかわからないんです。もうこれはね、切りつけるしかないでしょ。いや嘘ですよ。あ、こんな感じの反応すんだ。異常なしって言ってるけどね。これは大丈夫か。姫様お帰りなさいませ。怪しい兵士について。怪しい兵士ですか。ここで門番をしている分には思い当たる節はありませんね。ご用があればまたどうぞ。もう兵士にどん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 ね、話しかけていけば OK です。異常なしとか言ってるけどね。まあ、こんな感じですね。まあ、この異常なしっていうのは話しかけなくてもいいと思いますけどね。騒ぎ出すみたいなね、周りの兵士たちが4匹してました。でも、それのおかげで、すごくに新品の槍をもらえた。しかも、訓練でボロボロになっていて、鎧も一緒ですよ。ラッキー。見回り中ですって言ってるよ。ゼルダ様、こんにちは。私は今日も今日として見張り中です。じゃあ、怪しい兵士を教えて。怪しい兵士ですか？自分は心当たり、あ、ないのか。ただ、西の城壁を見張っている兵士は何か知っているかもしれません。あの人は細かいことをよく見ているので、もし怪しい兵士がいたら気づいているのかも。引き続き見張りを頑張ります。じゃあ、ちょっと西の方に行ってみますか。この上の兵士かな？うーんって言ってる。頑張るっす。君にも話しかけておこうか。怪しい兵士について。いや、これね、特定の兵士に話しかければね、多分物語は進みます。私はちょっと寄り道でいろいろやってるだけなんでね。はい。これはこれはゼルダ様。じゃあ聞かせてもらうか。怪しい兵士は見てないですね。ただ、最近城下町の兵士の数が以前より増えたような気がしてて。ところでどうして姫様がそういうご質問を。兵士の数が増えているかもしれないでは私の感じていたことは当たってたんですね。もし本当に兵士の数が合わないなら装備の数はどうなっているのでしょうか。我々の装備は兵舎で管理しています。予備を使う場合も手続きが必要なんです。管理は兵舎でしかしておりませんので装備の数を確認するのは良いかもしれません。兵舎に向かうみたいな感じ。兵舎ってこの右上のところですよね。じゃあちょっと入って確認してみますか。じゃあ教えてくれ。おやゼルダ様、いかがされましたか。じゃあまず怪しい兵士について聞いてみるか。兵士にはしばらく自分一人です。ですので怪しい兵士はおりません。でも自分が怪しくないって証明できないですね。参ったな。じゃあ装備の数を教えてくれ。装備の数が正しいかですか。はい、管理数は合っております。ただ、壊れて捨てる予定だった装備が一式見当たらないのです。外にまとめてあったのですが、実際に捨てたものがいないのです。考えたくもないですが、誰かが持ち出した可能性も。それ着てるんじゃないの？どうなんだろう。あ、ゼルダ様、私です。ブナンです。もしやゼルダ様も兵士の装備を調べに、兵舎に来たんですか？無難な何かあったのか。実は城下町の兵士の数が一人増えているかもしれなくて。それが本当なら装備の数も合わないではと思ってここへ来たんです。なるほど。今その話をゼルダ様にしていたところさ。実はゴミを出した装備一式が行方不明なんだ。持ち出されたとしたら。なんだってそれは大事じゃないか。ゴミに出した装備一式が行方不明。一人増えたと思われる兵士。ゼルダ様、これはきっと。これはね。
これどういう反応すんの。これちょっと選んでみていいです。これ多分真ん中だと思うんだけど。確かに、ウギ将軍は実際に借り物が現れたことが、いえ、ゼルダ様、時にやりすぎなあの暑さは本物です。すごく冷静だったよね。もうちょっと他のも選んでみるか。ちょっと、ごめんなさいね、遊んで。これ、一番上。いえ、ゼルダ様は確実に一人増えてますよ。最後の選択肢、真ん中ですね。ゴミを持ち出されたと思いますよ、私も。城下町の中に紛れ込んでいます。亡くなった装備は兵士が壊してしまって、交換されたものなんです。だから装備のどこが壊れてるはず。なるほど、それは目印になりそうですね。壊れた装備の怪しい兵士、ウギ将軍に突き出さねば。ただ、間違えていたら大変ですので、ゼルダ様、確認してからにしたいです。壊れた装備の怪しい兵士がいたら私に教えてください。下とかはいないよね。だから、探すみたいな感じか。あ、これはあれか。君はどうだい？てんてんてん。ゼルダ様、こんにちは。こちらは井戸の点検中です。しばらくサボじゃなくて点検中ですが、怪しい人は見てませんね。この人でも最初からいましたよね。え、これなんか兵士の数とか始めたばかりの頃と比べてなんかどっかに増えてるみたいな感じなのかな。動画を見直したらわかる感じかな。どうもどうもお疲れ様っす。笑顔。怪しい兵士について。怪しい兵士っすか。自分難しいことはよくわかんないっす。けど怪しいやつがいたら自分が捕まえるっす。これはさっき話しかけたやつだね。まだ話しかけてない兵士に話しかけていますか。姫様こんにちは。何かありましたか。怪しい兵士について。え、怪しい兵士。見渡す限りでは怪しいやつはいないのです。何でもないのが一番です。言ってらっしゃいます。これなんか私が目視してからなんか破れてる場所を探すみたいな感じ。それは難しいです。すごくこれが異常なしっぽいよね。こっちの方で怪しい奴は見てないです。もし見かけてもすぐにと捕まえますから安心してください。外だよね多分。中まで見なくていいよね。どうなんだろうね。何も話しかけるか。え、怪しい兵士、特に見てませんが、ここで目を光らせてるので、行ってらっしゃいませ。ちょっと戻って一応報告してみるか。今のところ全然だよ。は喜んでるし。こいつ本物だな。とりあえず、いろんな人に話しかけて、見ました。では、早速確認しましょう。壊れた装備をつけた兵士はどこにいましたか。井戸の近く、噴水の近く。なんか、考えなす。あ、だからこの三択か、わかりやすいよね。噴水か、この中か、この中って君ぐらいだよね。なんかある。だからまず話しかけてみるっていうのが大事だよね。特に なさそうだね。あと、井戸の前って言ってね、この子か。頑張るっすって言ってるよ。でもこの人は能天気なんだよね。あ、マジか。気づいたぞ私は。君、お前が偽物だよ。ちょっと後で確認しよう。あとは噴水の近くって言ってこの子か。見張り中です、ね、井戸の近くか噴水の近くか。なんかこの人も大丈夫だね。さあどこが違ってるのか。装備を見てたら分かりましたね。3択があるっていうのを助かりまして、結構いろんな兵士に話しか、見てください、この、持ってるもの。左上見たらわかると思うけど、なんか三角みたいなトゲがついてるじゃないですか。刺すところ。この子、見てください、これ。刺すとこないんですよ。ほら。ただの棒持ってる。ヒノキの棒か、お前は。君だ、犯人は。だから犯人はね、井戸の前の犯人。でもこれわざと間違えたらどうなるのかっていうのみたいな。これさ、消去法でさ、いろいろ選んで間違えてからさ、適当にやってから当たるんじゃね？ちょっと適当に選んでみていい？あ、そういうのやるのか。やりだね。だからまあちょっとわざと、そんな兵士いましたっけ？間違えたらこんな感じになるんだね。で、じゃあ、井戸の近くにいましたね。で、槍ですね。上が破れてました。ああ、よかった。私も同じ認識。知ってたんなら教えるよ、先に。もうなんか試されてたよ私。おお、これは姫様、このようなところで一体何を。あ、ウギ将軍お疲れ様です。
例の事件ゼルダ様に手伝っていただき、今犯人を突き止めました。おおそうか、さすがはゼルダ姫、難事件はサクッと解決ですな。で、なんだと？姫様の手を煩わせるなど一体何をしとるんだ。もう申し訳ございません。ただ借り物がいるかと思うと誰も信じられなくなってしまい、確かに疑心暗鬼になる気持ちもわかるが、姫様の手を煩わせまいとうちうちにことを進めていたのですが、結局お手を借りることになってしまいました。大変ございません。左になんか新品のやつあるけどね、あれ取って持っとけばよかったのにね。無難よ、犯人を突き止めたと言ったな。私も同席する。ここまで連れてきてくれる。はっ。犯人はこの者です。お疲れ様っすって、犯人何のことっす？この壊れた槍が犯人の証。兵士の装備を盗み兵士に化けた理由を話しなさい。ごめんなさいっす。城や町のみんなを守る兵士の皆さん、いや先輩たちに憧れて自分兵士のふりをしてたっす。紛らわしいな。は私たちに憧れを。城下町にいるダチを訪ねた時、城下町に裂け目が現れたんす。逃げ遅れて城下町に取り残された自分を兵士の人が助けてくれたんす。いい物語じゃないか。それまで怖くて動けなかったのに一瞬で心強くなったんす。自分もこんな風にみんなを守れる男になりたいとそう思ったんす。君の気持ちはわかりました。でも君のやってることは、その生きやよし。浮生君、確かに兵士のふりをするのはダメだ。それは兵士たちの信頼を落とす行為にもなってしまう。そうだよね。そう、それはそうっす。すみませんっす。だが守る側に立とうとしたその意気、そして自分なりに考えて行動に移したこと、どちらもハイラルを守る兵士にはなくてはならぬものだ。君、名前は何という？はい、お、俺の名前はカクトツス。君がどうしても兵士になりたいというなら私からハイラル王に伝えておこう。え、いいんすか？お願いしたいっす。じゃなくてお願いします。浮将軍、お言葉ですが試験もなしに兵士に任命するのは、無難、お前もこの者のさっきの言葉を聞いただろう。それに熟練の兵士たちの目をかいくぐり紛れ込めるなら素質はあるんじゃないか。まあ問題はないわけじゃない。訓練は人一倍厳しくしていくぞ。なるほどです。格闘やらこれは大変だぞ。無難先輩、自分頑張るっす。よろしくっす。へへへ。まったくもう、まずは言葉遣いを直さなきゃですね。そうだね、言葉遣い違ったもんね、一人だけ。姫様、ご協力いただきありがとうございました。こちらは俺です。どうぞ、お受け取りください。これでね、卵もらいました。黄金の卵。では、姫様、我々はこれで。書くという最初の訓練だ。これから、城まで、一走りだ。はい、はいっす。重たいよね、でも装備とか。鎧とかは着てないね。はい、これで増えた兵士。クリアしました。いいもの見つけた。いろいろクエストをクリアしてたらこちら発生しましたね。まあ、例えば先ほど私がクリアしたやつとか、まあ、他にもまだ条件を満たさないといけないものがあるかもしれません。なのでいろいろちょっとクエストを受けてみて、なんか発生したら、まあ、ここになんかいいもの見つけたっていう女の子がいるので話しかける。でストーリーもある程度進んでないといけないかもしれない。もちろんここをクリアするのは前提ですけど。あ、姫様、ねえねえ、これ見て、ペペロミが見つけたの。この葉っぱ持ってたら幸せになれるんだって。ペペロミ、この葉っぱパパにあげたらね、すっごく喜んでたの。だからね、お姫様もお姫様のパパにあげるといいよ。お、四つ葉のクローバーもらいましたね。幸せの四つ葉のクローバー、ハイラル王に届けようですね。お姫様のパパも幸せにしてあげてね。いや嬉しいね。でこれで届けていけばいいのかな。あ、ワンちゃん待ってかわいい。じゃ届けに行きましょうか。秘められた思いですね。ミニチャレンジ、まあ、最初からやり直してどれを受けたらこれが解放されるのかっていうのを、まあ、やってみたいっていうのもあるんですけど、まあ、いろんなところクリアしてたら、まあ、出てくるのでね、ちょっと頑張ってみてください。ふむ、おお、ゼルダよ、よく帰ってきたな。うん、私に渡したいものがある。おお、そうか、町の子供が私にこれを。幸せを呼ぶ墓、面白いものを見つけてくるもんだ。子供の名前はペペロミと言ったな。その子には感謝せねばな。
王様、報告です。何事だ。実は町のペペロメという子供が平原に出て行ってしまいまして、見張りが目を離した隙に南門から飛び出してしまったんです。報告ご苦労だった。では兵士を南門に集め、すぐさま捜索隊を編成せよ。はむ、ペペロミとやらこの葉をくれた子供のことか。ゼルダよ、そなたにはなさねばならぬことがあることを承知の上で頼ませてくれ。ペペロミを咲かすのを手伝ってはくれないか。妙な胸騒ぎがするのだ。兵はペペロミが南門から出て行ったと言っていた。南門の兵に聞けば詳しい情報を得られるはずだ。これはまあワープした方が早いから、ここですね、こっちに行こうか。まあ出て向かってもいいんですけどね。シルベって便利ですよね。兵士、話しかけよう。お、ウギ将軍か。お、これは姫様。ペペロミ殿は犬を追いかけてこの南門から街道を走っていったようです。街道沿いを中心に兵士が先行していますので、よろしければ彼らの話も聞いてください。だから街道を走っていくってこと、ここの。あ、なんかできてますね、こちら。クエストを受けたらこれもなんか今後行くことになると思うんで、ここに行けばいいんじゃないかな。だからちょっとワープしていきますね。皆さん、ワープしていこうと思ったんですけど、道中の兵士話聞いたりとかちょっとしたいんで、ちょっとそれやりますね。あと人参のやつ、この馬のやつもね、ちょっと私やりました。話していこう。この辺りには犬も子供も見当たりません。もっと南に向かったものではないと思われます。まあ、せっかくのストーリーなんでね、ちょっとやっていきたいんでね。これ自分の馬ですよ。まあ、こっちはいないみたいな感じだから、街道分かれてるからね。この辺りはいない。私どもはこのまま東方面の街道を探します。姫様は西側をよろしくお願いします。だからヒントになってるみたいな感じですね。こんな感じ でこっちは下も行き止まりみたいな感じ。ちゃんとうまくできてる。こっちはお任せください。だから左みたいな、こっちは行き止まりだからね。だからこういうのもちょっと聞いていきたいからね。で、馬とかダッシュしたら早いんですよ、こんな感じに。なんだってって言ってる。あ、姫様大変で、この先に新しい裂け目ができたようなので、我々も確認中なのですが、もし裂け目に近づけられるならお気をつけください。この辺聞かなくてもいいんですけどね、もう分かってるからね、ここ。で、先ほど私がちょっとワープしようとしたシルベがありますね。だからシルベにワープしてすぐ行った方が多分いいと思いますね。お、到着しましたね。いや、馬さんありがとうね。この馬のクエストも私クリア済みですね、一応。あ、ゼルダ様、ちょうど良いところに。子供を探している最中、この裂け目を発見したのですが、この犬が一歩も動かーとしないんです。もしこの犬がペペロミという子供と一緒にいた犬だとしたら、まさか。あ、中に飲み込まれたって感じだね。私猫の服を持ってるんだけど、犬とは話せないよね、さすがに。いや、猫の服も結構入手してるんで、私結構いろいろやってて馬もやってて、猫の服っていうのがあって、猫とお話ができても犬とは無理だよね、やっぱりね。じゃあ入って助けていきますか。さあ調べていきますか。ここ入り口開けそう。ゼルダちょっと下がってて。私多分ここクリアしたらトリのレベル最大になると思います。もうラストなんですよ、私。あの、入る前にちょっと報告しときますけど、これまだちょっと前クリ前なんですけど、これ裂け目全部クリアしてからトリのレベルっていうか経験値結構稼いでるんですよね。ここが最後になるとは。また改めてトリのレベル、お、いるじゃん、左上。全部で3つぐらい作ってあげないとね。これマップでも狭そうだな。ここにいるよ。ハイラル平原南部の無。この子、いなくなったペペロミちゃんだね。見つかってよかった。裂け目消せば助けてあげるよ。ね。じゃあ、左から行ってみるか。この子はどうしよっか。これ引っ張って落とす。これが早いんだけど。こうやって ZL でやってからシンクさしてどけるみたいな感じですね。上上がっていこっか。うわ、こいつだな。この黒いやつ。倒そう、倒そう。いけいけいけ。結構動きが激しいな。OK、倒したよ。なんか借り物出してから倒すっていうのもいいと思いますけどね。あと残りのこいつら捨ててもいいかも。あ、なんだ、黒いやつはシンクで捨てれんのかな。
こうやってやってこっちに捨てるっていうのもあるんだけど、やってみればよかったな。ちょっと試してみてください。で、こういうなんか青い、なんていうんだ、飛んでるやつで復活もできますから。あ、ここにもいたな。いや、これ中敷きいるの。見て倒しとか。これは普通のゾルじゃね。じゃあちょっと倒すか。オッケー。ちょっと私も結構最後の方なんですけど、もう使ってみていいです、これ。ライネル。どんな感じ？お、強ライネル。ちょっとネタバレも含んでるけどね。まあ、最後の方だからいいでしょ、これは。いけいけいけ。めっちゃ便利、ライネル。最強。あと右ぐらいかな。だコストは高いですけどね、ライネルのね。あとは、あ、ここにあるね。あ、敵がいる。これ水だから、水はね、このガブフィンが最強なんですよ、やっぱり。これガブフィン出しとけばなんとかなるよ。あ、私しかも結構経験値あるから、ガブフィン2体出せるよ。また合わせる。こいつ、こいつ、こいつを倒してくれ。ガブフィン、いけ。私が攻撃されてるよ。オッケー、オッケー。もうこうやって、味方に任せることもできますね。よし、これで全部揃ったぞ。いや、簡単だったね。この無の世界にいる僕の仲間、みんな見つかった。これで、この叫びも消せる。仲間たちが僕に力を分けてくれた。すべての裂け目を消すとこのような感じですね。レベルが11になりますね。僕できること増えたみたい。これがトリ最大レベルです。これ私の持ってるものが表示されてるだけなので、まだ持ってないものは表示されてないんですよ。だからこれ以外もコストが減ったやつはあると思います。最後は、あれでしたね。コスト減るみたいな感じでしたね。だからまあ最大トリーの数は6ですね。さあ、戻ります。自動的にパープしました。あ、ゼルダ様すごいです。裂け目が消えて子供が帰ってきました。あ、姫様だ。どうしてここにいるの？ゼルダ様が君を迎えに来てくれたんだよ。そうなんだ、ありがとう。じゃあ姫様一緒に帰ろう。ゼルダ様ありがとうございます。我々だけではどうなっていたのか。私は他の兵士たちに知らせてきますので、この子と先にお城に戻っていただけますか。ペペロミね、いっぱい遊んでお腹空いてきちゃった。この度は娘を助けいただき本当にありがとうございます。娘が町を飛び出していったと聞いたときはどうなることかと思いましたが、いやー、ゼルダ様のおかげで娘が見つかりました、うん、無事に見つかって何よりだ、うん、ペペロミオ、怪我がなくて何よりだが、そなたの父上はとても心配していたのだ。今度からは勝手に外に出てはいけないぞ。パパは心配してたの？ごめんね、ペペロミ。今度からちゃんと気をつける。そしてそなたからの贈り物、ゼルダから確かに受け取ったぞ。この場を借りて礼を言わせてくれ。ありがとう。えへへ。さあ、冒険をして疲れただろう、お前たち。彼らを城下町まで送り届けてやりなさい。はっ、かしこまりました。王様、お姫様、万歳。バイバイだったわ。万歳じゃないわ。あ、こら、ペペロミ、待ちなさい。ゼルダよ、そなたの助力感謝するぞ、うん、お前はそなたが幼い頃も似たような騒ぎがあった。幼い頃のそなたは随分と活発な少女だったな、うん、たった一人のまな娘だ。何かあるたび心配したものだが、気づけば随分成長していた。私の助けなど必要がないほどに。だがなゼルダよ、私の助けが必要ないほど強くなろうとも、そなたは私たった一人の娘、そなたがどんな使命を背負おうともそれだけは変わらないのだ、うん、このドレスそなたに。はい、いつものドレスを手に入れました。ちょっとオープニング撮ります。ここで今ちょっとオープニング撮ってました。はい、ハイラル王国の王女のための美しいドレス、身につけると気持ちがちゃんとする。
城を抜け出す際、インパに預けたきりだっただろう。それはそなたがハイラル王国の姫である証、つまり私のたった一人の娘である証だ。ゼルダ、我が娘よ。そなたは私の宝、私の幸せそのものだ。私はそなたの無事をこの幸せの四つ葉に願おう。どうか無事で、疲れたらいつでも帰ってください。ちょっと着替えてみますか。秘められた思いですね。プラスボタンで R とか L とか押したら着せ替えっていう欄があるんですけど、この下のところですね、アイテムのアクセサリーのここにね、いつものドレスが追加されてました。ハイラル王国の王女のための美しいドレス、身につけると気持ちがシャンとするですね。もうこんな感じです。私レベル運よく上がりましたね。ライネルとなんか他のやつ1個出せるっていうの驚いてるけどありがたいですね。まあ、この辺はなんか無とか全部クリアしていったらね、レベル、トリのレベルも上がりますね。今回運よく最大になりましたね。で、あとここね、もし私が最初紹介したクエストクリアしてもいない場合は、ある程度ストーリーを進めるか、ちょっと他のクエストをね、クリアしてみてください。ちょっとどれをクリアしたら発生する条件かは、さすがにね、わかんないので、いつかやってたらここに現れると思います。あと物語もね、多分ハイラル城をクリアした後で大丈夫だと思うんだけど、物語も結構私後半まで進めちゃってからやってるんで、ね、ここにもし見かけたら、まあ、受けてみる感じですね。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョイでした。